皆さんこんにちは、ワタルクルフジです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジレベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回オデッサ作戦うまくいきまして、もう地上で残っているジオン軍の拠点はキリマンジャロのみというところになっていますので、今回はそのキリマンジャロ攻略作戦を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。ここもですね、まあゼータの神湯、これを中心に部隊を編成して、一気に攻略という流れを作っていきたいと思います。まあ、ただ、ベルファスト基地、ジャブローなんかに関してはですね、敵の大部隊が包囲しているという状況変わらずなので、これを突破するために、ダブルゼータガンダム、ジュドーを派遣して、まずはベルファスト基地の救援、これも並行して行っていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。来るべきジオン宇宙要塞攻略作戦に備え、対要塞戦兵器ソーラシステムの開発が提案されました。あ、これは作っておきたいですね。まあ、あまり資金に余裕がある状況ではありませんけども、資金を使っておきたいと思います。サイド6にフラナガンという研究機関を設立したようです。諜報部に確認を急がせますので報告をお待ちください。まあ、いわゆるフラナガン機関と呼ばれたものですね。まあ、お金に余裕はあまりありませんけども、ソーラーシステムの開発計画を先に発動します。はい。ソーラーシステムの開発を開始します。開発部の報告をお待ちください。地上における拠点の数は増えてきているので、まあ、お金もね、この後増えてくるとは思うんですけども、まだそこまで余裕がある状況では相変わらずないので、まあ、しっかりですね、お金の節約、これも意識して戦っていきたいとは思います。将軍、ホワイトベースがベルファスト基地に到着しました。このまま彼らにホワイトベースを任せ、ベルファストにホワイトベース到着ですね。まあ、ここで解散させることもできるんですが、ホワイトベース隊はこのまま現状維持で運用してもらいたいと思います。サイドセブン以来の彼らの働きなら問題ない。ホワイトベースをこのままジャブローに向かわせよう。本当なら連中に1週間の休暇もやりたいところなんだろうな。報告します。さあ、続いてマグネットコーティングですね。この技術開発も完了したようです。この技術を応用することで高性能の機体を開発することが可能になります。開発部より新兵器の開発プランが、ではその開発プラン確認していきましょう。ご覧になりますか。マグネットコーティングが施されたガンダムですね。これバナージなりハサウェイなりに渡してあげたいですよね。ではまず神湯ですね、突入していきます。キリマンジャロ基地に突入です。エネルギー的にちょっと不安がある中での戦いということにはなりますので、まあ、しっかりですね、後続で入れてくる部隊も用意しておきたいと思います。その他の戦線確認しておきます。ベルファストなんですけども、ジュドを投入して今、戦線をね、なんとか救援したいというところです。マドラス基地や、まあ、北京、さらにトリントンやハワイ、さらに北米、この辺りはもう完全に防衛完了という流れが出来上がっています。さあ、短期突入した神湯なんですけども、能力的にはもうここまで上がってますね。レベル15です。まあ、ゼータガンダムも強いです。まあ、短期でも十分エネルギーを補充しながらであれば戦えるなというのが、まあ、このゼータの神湯ですね。ドーム相手3機、3スタックですけども、このあたりも問題なく撃破できると思います。で、後続で、まあ、水力両用モビルスーツ部隊、まあ、捕獲したズゴックなんかも投入していますし、さらに、マフティやバナージ、これはガンダム、プロトガンダムに乗ってますけども、この後突入してきてもらいますので、まあ、できればね、次のターンぐらいでは、このキリマンジャロの攻略完了させたいなと。いうふうに思っています。
まあ、少しずつジャブロー、レナ2なんかは、航空機の壁、による防衛というのがですね、生産が間に合わなくなりつつありますので、まあ、他の拠点で、作ってですね、輸送で壁要員となる航空機をね、送っていかなければいけないかなという、まあちょっと厳しい戦いにはなってきてますね。他の拠点に余裕がある分、まあしっかり生産をして、特にルナ2とこのジャブローには戦力を送っていきます。で、今攻略作戦中のキリマンジャロですね。これの攻略が終われば、ジオン軍の地上における拠点は完全になくなりますので、一部の部隊はすでに宇宙に移動させて、宇宙における反攻作戦の準備を進めています。キリマンジャロ、しっかり攻略、スピーディーにですね、行って、宇宙での反攻作戦も発動という流れ作っていきましょう。では、キリマンジャロ攻略戦の続きですね。さっきはゼータ短期で入りましたけども、今回は少し部隊増やしてます。なので、ミディアに乗せた味方の増援を基地中心部に向かわせます。さらに図国隊も、今回で、ね、新しく投入してますので、この図国隊も投入していきましょう。基地中心部にゼータガンダムがエネルギーに余裕ある状態で突入できれば、削り切れる戦力かなと思います。キリマンジャロ基地、敵の基地中心部に迫っています。まあ、このまま基地中心部制圧、このターンでできればしたいので、まあ、多少の被害が出たとしてもですね、ゴリ押ししていきます。ここは、カミユのゼータですね。敵の基地中心部はもう今、さらけ出された状態なので、次のターンでここに誰かが入れればいいですよね。ここはバナージュです。ガンダムの性能であれば、まあ、ズゴック程度であればね、陸上での戦いということもあって十分に削れる相手ではあると思うんですけども、まあ、残っているのが捕獲したズゴック格闘戦で敗れるという結果になってしまいましたね。残念ですが前期撃破とはいかなかったです。まあ、残念ながら次のターンに持ち越しにはなってしまいましたね。まあ、ただ次のターンで確実に削り切れるようにこのターンでもやれることは全部やっていきましょう。開発部がソーラシステムの開発に成功しました。ただしこの兵器は運用が非常に難しくいつでも使えるわけではないようです。諸軍、オデッサを占領した今ジオンの脅威は地上から去りました。ソーラレイシステムの開発完了。この報告を受けてついに宇宙での反攻作戦ソロモン攻略作戦が提案されましたね。まあ、今ジャブローの攻略を行ってますので、まあ、このジャブローの攻略キリマンジャロですね、キリマンジャロの攻略、これが終わり次第宇宙反攻作戦も行っていきます。シローとかが派遣されちゃう MS-08 招待の話なんですが、これはノーにします。調査は中止します。しかし危険な気配がします。十分注意してください。報告します。参謀部よりソーラシステムの使用もできるようになりましたね。まあ、一刻も早くキリマンジャロ基地の攻略完了させましょう。キリマンジャロの攻略作戦の続きです。カビエのゼータガンダムもうエネルギーがなくなってきてるのでこの辺りで仕留めたいところですが、ジオン軍の方ですけども、ドムキャノンなんかを戦線に投入してきてますね。これらドムキャノンを排除して基地中心部を制圧していくという作戦ですね。味方の方はジムとあとは、捕獲した、まあ、ズゴックなんかを使っています。
これで敵の基地中心部さらけ出すことできましたので、制圧して攻略完了というふうにしていきましょう。はい。これでキリマンジャロ基地攻略完了しましたね。あとは、まあ、この後に控えている宇宙での反攻作戦。それと、まあ、なんといっても、ジャブローとレナ2の防衛戦ですね。これもしっかり対応していきたいと思います。基地中心部の制圧に成功しました。敵部隊の反応はありません。地上での全てのジオン軍の拠点制圧完了です。報告します。ホワイトベースがジオン潜水部隊の攻撃を受けました。どうやら、ミハルのイベントですね。ジオンの民間人スパイが情報を流していたようです。もしかしたら、ホワイトベースは敵に尾行されているのではないでしょうか。お、これはさっき報告が上がってきたニュータイプの研究施設フラナガン機関の動向、これに関する報告来てますね。このまま遅れを取るわけにはいきません。我々も本格的にニュータイプについて研究を行う必要があります。ニュータイプ研究機関の設立を提案します。報告します。ジオンの科学者クルスト・モーゼス博士が亡命を希望しています。博士はフラナガン機関でエグザムというコンピューターシステムの研究。これは亡命認めましょう。亡命を認めますか。これでエグザムシステムの開発も可能になりますからね。開発部にてエグザムの研究を行わせます。開発部より新兵器開発が終了した。この後は部隊を再編してですね、宇宙反攻作戦へと入っていきたいというふうに思います。今回はここまでにさせていただきたいと思います。